くぞ。行きます。行くぞ。
スキルお願いします。存分に英気を養おうぜ。なんつったっていよいよアインクラッドに乗り込むんだからよ。うんうん、ここは私のおごりだから遠慮なくじゃんじゃん行っちゃって。すごいですよね、ドロップ率 0.04% のレアアイテムを何の躊躇もなく売っちゃうんですから。何言ってんのよ、そんなものよりもっと大事なものを守んなきゃいけないんだから。レアアイテムの一つや二つどうってことないわ。おお、男の俺でも憧れるかっこよさだぜ。リズさん、ごちそうになります。わーい、何から食べようかな。お腹いっぱいになって動けないなんてことにはならないようにしないとね。シェフの特製ピザもできたよ。まだゲーム序盤だから高価な食い物は用意できねえけど、味に関しちゃ問題ねえぜ。俺っちも秘蔵のボトルを持ってきたぞ。ちょっぴり刺激があるけど、それが癖になるんだ。へえ、飲みたい飲みたい。お料理も揃ったし準備 OK ね。みんなで乾杯しましょう。プレミアも準備はいいか。はい、グラスを持ちました。よし、それじゃあ乾杯。乾杯。乾杯。美味しそうな食べ物が満載です。リズがご馳走してくれたんだよ。この決起会というものもピクニックと同様に楽しいですね。はい、ピクニックも決起会も皆さんと一緒にいることは、みんなと一緒。どうした？私はこれからもみんなと一緒にいたいです。ああ、俺たちもさ。うん、だから絶対にこの世界を守ろうね。世界を守る、
それはみんなの可能性を守ること。そういうことだ。守りましょう、必ず。ああ、そうと決まればたくさん食べて元気をつけないとな。任せてください、それは得意です。プレミアさんは本当に食事が好きなんですね。みんなの可能性か。なんだか不思議だね。ん？何がだ？2年以上も SAO に囚われて、本当ならこの仮想現実の世界を恨んでもおかしくないはずなのに、今は失うことのできない、とても大切なものになってる。そうだな。カヤバの生み出したデスゲームは決して正当化できるものじゃない。けど、そこでかけがえのないものを見つけたのも事実だ。うん。君やみんなと出会って、きっとこれからも多くの出会いをこの世界で体験するんだと思う。そうした可能性を私は絶対に守りたい。ああ、俺もだよ。ここにいるアスナや仲間たち、そしてこうして目に映るものは仮想世界に展開されたただのデータかもしれない。けどその存在は決して仮想なんかじゃない。俺たちが過ごしたもう一つの現実、アインクラッド。そこで必ず決着をつける。